こんにちは、リンカです。いつもご視聴ありがとうございます。どうしても付き合いたいって人に告白して付き合えた時って、とっても嬉しくって毎日がハッピーになりますよね。毎日がキラキラしてときめいて。さて、そんな私の話はこの辺で置いといて、今日はあなたの告白されやすさを10の質問で測定しちゃいます。ルールは一つ。あまり深く考えずに直感で答えること。それでは、行きましょう。恋愛心理テスト。あなたの告白されやすさをチェック。1. お気に入りの靴が2足以上ある。2. 写真では歯を見せた笑顔が多い。3. 自分で車を運転しない。4. 忘れ物が多い。5. 方向音痴。6. 豪雨予報 40% なら傘を持っていかない。7. 末っ子または中間子。8. 犬か猫を飼っている。9. 街で道を聞かれたり、アンケートを求められたりすることがよくある。10. へこんだ時は友達に慰めてもらう。はい、以上です。あなたはいくつ当てはまりましたか？それでは、早速チェックしてみましょう。10から8個。告白されやすさ 90%。いろんな相手が寄ってくる。告白されやすいとは、つまり、話しかけやすい。ノーと言わなそう。さらに重要なポイントとして、隙があるのです。これは時間に合いやすかったり、キャッチセールスに捕まりやすいということ。また、草食男子が多い現代は、気が強そうな美人より、話しかけやすい普通の子が告白されやすいのです。さらに、華やかさをプラスしていくようにすれば、より素敵な人に告白されやすくなるでしょう。7から5個。告白されやすさ 60%。 襟好みしなければ告白されて両思い。そこそこ話しかけやすくて、そこそこに愛嬌があるので告白される準備は整っています。ただし、自分の好みの異性が告白してくれるかどうかは分かりません。襟好みしなければちゃんと両思いになれるでしょう。もし今までに一度も告白されていないというのなら、環境に問題がありそうです。異性が全くいないとか、既婚者ばかりとか、告白されたいなら環境を変える必要がありそうですね。4から3個。告白されやすさ 30%。待たずに自分から告白すべき。あなたは告白されるのを待つより、自分から告白する方が向いています。告白されるのをただ待っているだけでは、いつまで経ってもお一人様でしょう。そもそも一人でも大丈夫そうと思われている可能性大。本当に恋人が欲しいなら自分から探しに行くか、少なくとも恋人募集中と友人知人にアピールしなければ。そして誰かを好きになったら迷わずアタックです。2から0個。告白されやすさ 10% 以下。四六時中隙のない人。あなたがどんなに美人でも、スタイルが良くても、告白のされやすさには関係ないのです。自分より可愛くないあの子がどうして？と思うことがありませんか？告白されるには、話しかけやすさと愛嬌、そして脇の甘さ。隙が必要なのです。いつも気を張って過ごしていないでしょうか。忘れ物をしても、失敗しても、
なんとかなるさと思えるようになれば、告白されるようになるでしょう。さて、いかがでしたか？もし、この恋愛心理テストの結果を見て、当たってないと叫びたい方は、バッド評価。嬉しい、告白されたいと思った方は、グッド評価してください。また、他にもこんな動画を作ってほしいというテーマがありましたら、コメント欄にぜひご希望のテーマを投稿ください。あなたの投稿したテーマが動画になるかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。動画を楽しんでいただけましたら、この動画にグッド評価、コメント、チャンネル登録していただけると励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。